今回紹介するのは「小泉京子書評集」という本です。小泉京子さんは2005年1月から2014年12月まで10年間新聞に読んだ本の書評を書いてきました。この本は10年分の中から97編を1冊の本にまとめたものです。見開き2ページずつで1冊。 1>, 1書評ずつ載っていいるのでで見やすいです1書評ごとに最後にこの書評を今読み直した本人の現在のコメントがついていてその当時どんな思いだったのかがわかります最初から書いた順番に掲載されているので書評家としての成長ぶりや本の変遷ぶりを知ることもできます刊末に九に97冊の全リストもついています 最後に13ページにわたって、新聞社の担当者をインタビュアーにした10年間を振り返るインタビューが掲載されていますが、オファー時に小泉さんが新聞社側に出した注文が、もし良くなかったらボツにすること、もし良くなかったら書き直しを命じること、です。これが小泉さんが長く活躍し続けられる理由でしょう。以上。 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。